神の道家師、フランチェスコは、1950年制作、公開のロベルト・ロッセリーニ監督による、イタリア映画。イタリアネオレアリズムの巨匠ロベルト・ロッセリーニが、足地のフランチェスコの半生を映画化した作品で、フランチェスコ役をはじめとして、小崎兄弟たちを演じているのは、全員が、実際のウンブリア地方のフランシスコか修道士である。脚本はロッセリーニが、 フェデリコ・フェリーニと共同で執筆をしている。自身の代表作にもなった。本作は、フランシスコ会修道士、ウゴリーノ・ディ・モンテ・サンタ、マリアの14世紀前半の書、聖フランチェスコの小崎花及び、兄弟、ジネプロデンから着想を得ている。これらは、系統的な伝記ではなく、フランチェスコと小崎兄弟たちの逸話集である。 映画は1210年から1218年頃までの出来事が10のエピソードで構成されている。映画の前編に貫かれているのは完全な喜びである。キリストの愛のために己自身に打ち勝ち、喜んで苦しみやのしり、恥ずかしめや不快を耐え忍ぶことだとフランチェスコは言う。完全な喜びは徹底した謙遜、自己下から生まれる。ナザリオ・ジャールディ・アズ・ストリート。 フランシスインザ、セットオブザ、イタリアンフィルムフランチェスコ、ジャレアディディオバイ、ホベルトロスセリーニから12人の兄弟たちが、雨の中の泥道を歩いてくる。1210年春、フランチェスコと11人の仲間は、ローマに赴き、教皇インノケンテウス3世から不教の許可を得てきた、帰りである。兄弟たちは、雨の中、ずぶ濡れになって、足事故がいる。ところが、小屋は、 ロバと農民に占領され、兄弟たちは追い出される。農民は彼らを追い出そうと杖を振り上げ、罵倒する。だが、フランチェスコは、微笑を浮かべていう喜びを感じないか。人の役に立ったのだと。小屋を追われた兄弟たちは、ポルチウンクラの礼拝堂の近くに小屋を建てる。兄弟、ジネプロは不況の帰りに物乞いに、自分の送服を与え、裸で帰ってきて、フランチェスコに、許可なく、 送福を人に与えてはいけないと叱られる。その後、ジョバンニという、年老いた農夫が牛を一頭連れて、フランチェスコに帰するが、彼の家族が牛を惜しむので、フランチェスコは牛を彼の家族に返す。ジョバンニはフランチェスコに浸水し、子供のように、フランチェスコの言葉や動作を真似する。シスター・キアラが、他の三人の修道女と共にフランチェスコと、兄弟たちの元を訪れ、 素晴らしいひと時を過ごす。ある兄弟が病気になり、何も食べようとしなかった。ジネプロが何が食べたいかと聞くと、その、ジネプロは病気の兄弟に食べさせるために豚を探し、ヤブの中にいた豚の足を切り取った。豚の持ち主の農民がやってきて、フランチェスコに苦情を置いた。フランチェスコは、ジネプロに対して、帰ってゆく農民を追いかけ、彼の怒りを沈めるために、 何でもしなさいと命じる。引く夜、フランチェスコが森で祈りをしていると、ハンセン病の人が通り過ぎていった。フランチェスコは彼を見て、深く憐れみ、彼を抱擁する。料理係を担当していたジネプロは、自分も不況に参加したくて、大きな釜で2週間分の食べ物を料理した。その熱意をくんだフランチェスコは彼にも不況に参加する、ことを許す。ジネプロは、説教をするために、 暴君ニコライオの軍が包囲している隣町に入る。ところが、小柄な彼は野蛮人たちに、おもちゃのように次々と放り投げられて、縄跳びの縄のように振り回される。ニコライオに対する暗殺者と間違われたジネプロは、死刑を言い渡される。しかし、その地の司祭の計らいによって再度取り調べを受ける、ことになる。ニコライオは自らジネプロを問い詰めるが、ジネプロは、 優しい口調で、私は非常に罪深い人間です。神のお導きがなければ、罪を重ねるばかり、と答える。被災は、我々は常に、神の前では、罪深き存在なのです、と説明する。テントの中に移動し、ニコライオは、ジネプロを何度も威嚇するが、ジネプロは、優しい微笑を返す。その謙虚さに感心した暴君ニコライオは、ジネプロを許し、 町の方位を説く。フランチェスコは、兄弟レオネと共にある家を訪ね、共に、キリストに仕えることを願う。ところが、家の主人は彼らを、盗と、悪党、ゴロつキめ、と馬声を浴びせ、杖で叩いて追い返す。フランチェスコは、神の子羊、レオネよ。神への愛ゆえに辛い仕打ちにも耐える。これが完全なる喜びなのだ。侮辱や試練に耐えること。 ここに完全なる喜びがあると教える。フランチェスコとサンタマリアでリアンジェリの子先、兄弟たちは、名残惜しいその地と村の人たちに別れを告げ、各地に向けて別れ、人々に平和を説く、不況の旅に出て行った。兄弟ベルナルド、兄弟レオーネ、兄弟マッセオ、兄弟エリア、兄弟ルフィーノ、兄弟エジリオ、兄弟シルベストロ、その他の子先兄弟たち。 ありがとうございます。